対山本内閣府副大臣から発言を求められておりますので、これを許します。山本内閣副大臣。内閣府副大臣の山本博史でございます。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を円滑に推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当いたしております。河野大臣を支え、力を尽くしてまいりますので、木原委員長をはじめ、理事、委員各位のご指導とご協力をよろしくお願い申し上げます。山本副大臣にはどうぞご退席をいただいて結構でございます。次に本日付託になりました内閣提出新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を